はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、紋章の謎、女性キャラ縛り、やっていきましょう。前回の続きですね。前回最初のステージクリアして、壁が崩れまして、その奥、進んだところです。はい、ガーネフが登場。生贄にシスターが必要だった。よし、行きましょう。まあ、前のステージと同じメンバーです。リンダがここか。で、ユミナがここ。オッケー。ユミナスターライト持ってて。で、ここはね、マップはこんな感じで、一応敵は、はい。はい。まあ、前のステージと一緒ですかね、ほぼね、敵。こっちがオウムでしたっけ?ハマンでしたっけ?まあ、宝2つあるんですが、まあ、それが入ってます。ちょっとどっちがどっちかちょっと忘れました。で、ここにガーネフいます。スターライトでしか倒せないです。周りを固めてるのはこんな感じと。はい、ということで、今回はね、まあ、3分。3分あれば十分だ。サクッと終わらせます。ワープで。まずワープで、ユミナですね。スターライト持ってるユミナを飛ばす。で、ガーネフ叩いて、ガーネフのところにマルスワープで終わりです。この終章の2は3連星なんですよ。なんで、まあサクッとね、終わらせたいんですよ。よし、じゃあ、行きましょう。フォッフォッフォ。ちゃんと持ってきてるよ、スターライト。お前の弱点はもう分かっとるんや。さあ、スターライト。はい。で、ガーネフ撃破。ファルシオを持ってた。ファルシオを手に入れた。はい、正解は終わりだ。で、ここにマルスを飛ばして終わりです。フィーナ。まあ、ワープもちょうどね、あと1回使えるので。今回はね、早いんですが、このマップクリアして終わります。で、次回が最終回ですかね。はい、じゃあ、杖でワープ。制圧のプロマルス向かおう。さあ、ワープ。一応さ、ファルシオ持っとこうよね。一応持っときましょうよ。はい、じゃあ制圧します。さらに上への階段があります。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。